目標は30年間で利用客の倍増です。安心安全を第一に、より快適でより便利な空港を目指してまいります。民営化初日、広島空港では最初の便の利用者に記念品が手渡されるなど式典が開かれました。空港の民営化は全国で6例目となります。民営化第1号機というふうなことで、私も非常に楽しみにしておりまして、今朝地元福山朝5時半に出ましてから。どうぞ。1993年、新時代の幕開けが迫る中で開港した現在の広島空港。コール待ちしてましたから、とても嬉しく思っています。綺麗ですね。もっと早く欲しかったんですけど。あれから四半世紀が過ぎ、広島の空の玄関口は大きな転換期を迎えました。国から民間へと形を変えた広島空港。運営は県内の企業だけでなく、全国の力を結集して行われます。運営する広島国際空港は、広島銀行やマツダなどに加え、三井不動産や東急など、県内外16企業の出資で設立されました。掲げるビジョンは、中四国を牽引する圧倒的ナンバーワンゲートウェイです。2階ロビーには、広島空港では初めてのイートインスペースを設置するなど、新たに3店舗が出店。商業エリアは段階的な増設も視野に入れ、充実を進めていきます。民営化第1号の、店舗となっておりますので、そういった、広島が盛り上がるようなきっかけになればということで。アクセス機能強化のため、バスターミナルを屋内にするほか、立体駐車場やレンタカーステーションを新設する計画も。30年後には国内外合わせて現在の12路線を30に拡大。年間の利用者は新型コロナ前からほぼ倍増の586万人を目指します。例えば私の奥にありますのが出発ロビーなんですが、その奥の保安検査場を抜けますと、このように変わるそうです。免税フロアがさらに充実しまして、店舗数も増やしていきたいということで、飛行機に乗る直前まで楽しめる空港を目指すということなんです。そして今日新たにオープンする3店舗がこちらです。その一つがですね、今や全国に愛される地元三原のスイーツとなりました八天堂のお店。たくさんあるクリームパンの中でも特におすすめなのがこちらの空飛ぶクリームパンです。空港のマスコットキャラクターソラミーが焼き印されている、お子さんへのお土産にもぴったりのクリームパンです。そしてこちらはですね、三好市のコーヒーショップが出店したストラデューコーヒーです。コーヒーはもちろん美味しいんですが、地元の特産品を使ったオリジナルドリンクが充実していまして、こちらにご用意していただきました。五感で楽しめるドリンクだということで、私はですね、こちらをいただきます。ミラサカピオーネを使ったピオーネスムージー。ピオーネ大好きなんで嬉しいです。うん、すごくさっぱりしてるんですけど、ピオーネの甘さがしっかり感じられて、わあ、これからの季節にぴったりのスムージーですね。ごちそうさまでした。こちらには広島のお土産物がずらり、そしてもみじまんじゅうの老舗藤井屋さんの商品も並んでいます。こちらには新会社の社長中村康弘さんにお越しいただきました。お話を伺います。よろしくお願いします。お願いします。今日初日を迎えられて今のお気持ちはいかがですか？今日から広島空港は民間運営がスタートしました。完全民営化ということで、このターミナルビルと駐車場に加えて滑走路も含めて、私ども広島国際空港株式会社が運用していくという、より安心安全に対する大きな責任があるということで、社員一同非常に緊張して今日の日を迎えております。はい、
こちらには広島空港のビジョンについて書いていただきました、はい、どのような意味でしょうか。そうですね、ハイアップというのは私の会社の通称ですけれども、地域の力を世界とつなぐ、まあ、空港をダイレクトにいろんな都市とつないでいきますけれども、これは地域の発展とともに空港は成長していくと、空港だけの成長は望めないので、空港の成長がまた地域の発展につながると、そういう思いをこの言葉に込めました。はい、大変期待をしております。中村社長ありがとうございました。ありがとうございます。広島空港が作る広島の未来にこれからも注目していきましょう。